いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはゴルフを上達するための9選として、僕がこれまで心がけ、そして実践してきたことを9つお話しさせていただきます。どれも一度や二度は聞いたことがあるかもしれない内容ですが、実際にこれらを心がけ、そして実践している方はどれだけいらっしゃるか僕にはわかりませんので、もしもこれからお話しすることをお聞きくださることで、心がけてみよう、やってみようということがありましたら、ぜひトライしてみてください。一つでもご参考になれば嬉しいです。よろしくお願いします。9選はスイング作り編3つ、心がけ編3つ、知識編3つ、計9つです。それでは最初にスイング作り編を3つお話しいたします。スイング作りの1つ目です。この動画の作成当初から僕はずっとお話しさせていただいてますが、ゴルフスイングはオリジナルが一番と考えてます。また、2つ前の動画において、A 級シード選手の一人、倉本正弘プロの本、本番に強くなるゴルフにおいて、倉本プロも誰かの真似や形にこだわらない、自分にとって最高のスイングを目指すと良いと記していることをご紹介させていただきました。ゴルフはゴルフクラブを使ってボールを打つため、物理の法則でボールは飛んでいきますので、クラブの扱い方を知る必要はあります。しかし一方で、そのクラブを扱うのは人間の体です。人間の体は人それぞれ異なります。つまり身長、腕や足の長さ、筋力、関節の柔らかさなど、またそれ以上に感覚や感性は違うので、誰かの真似ばかりしていたり、流行りのスイング理論を取り入れても上手くなるとは限りません。上手くなるどころか、時に自分の感性や感覚を失ってしまうこともあります。しかし同時に並行して、ゴルフのスクエアなグリップやスクエアなアドレスから始まり、一般的な基礎基本という知識は知っておく必要もあると考えてます。一般的な基礎基本と言われるゴルフの理論には、多くの人が共通してプレーしやすいメソッドがあるので、プレイヤーがうまくいかなくなった時、改良の方向として一般的な基礎基本は知っておくと得だと思います。スイングにおける基礎基本、セオリー、常識といった類のことは、決して強制されてやらなければならないことではありませんが、やはり多くのゴルファーの共通した大切な知識であるため、自分にとって最高のスイング作りの味方にするといいと思います。スイング作りの2つ目です。練習場ではまっすぐの球しか打つのではなく、スライスやフック、フェードやドローを意図的に、そして積極的に打つ練習をします。もちろん自分の持ち球はあるといいです。何も考えずに打っていい当たりをした時にフェードボールになる、ドローボールになるなど、持ち球を練習して磨くことも大切です。しかし、コースにおいては、たとえ持ち球といっても、いつもそれが打てるわけではありません。また、コースにはいろんなホールがあるため、左右に曲がる球はもちろん、高い球、低い球を打つことを要求されることになります。ゴルファーたちは上達すればするほど、そうしたゴルフ場の各ホールの要求に迫られ、またそこに挑むことになります。上達した後ではなく、上達するためにもボールを左右に曲げたり、高低を打ち分ける練習は必要だと思います。スライスボールやフックボールはミスした球ではなく、意図して狙った球にするといいと思います。スイング作りの3つ目です。アプローチとフルショットを連動してスイング作りをします。サンドウェッジでもアプローチウェッジでも構いませんが、アプローチの基準はピッチエンドランだとすると、その打ち方の延長にドライバーのフルショットがあるとイメージしてスイング作りをします。サンドウェッジやアプローチウェッジのアプローチ練習で、キャリーを10ヤード、20ヤード、30ヤード、40ヤード、そして100ヤードまで打ち分ける練習をするように、8番アイアンでも100ヤード、110ヤード、120ヤード、そして150ヤードまで10ヤード刻みに距離を打ち分ける練習をします。5番ユーティリティにおいても140ヤード、150ヤード、160ヤード、そして190ヤードまで10ヤード刻みに距離を打ち分ける練習をします。距離の打ち分けは振り幅やインパクトの力感を変えたり、球筋を変えたりしながら打ち分ける練習をします。ドライバーでもティーアップをして190ヤード、200ヤード、210ヤード、220ヤード、230ヤードなど、
距離を打ち分ける練習をします。この練習をすることでよりスイングがシンプルになり、そして調子が良くない時にアプローチ練習でフルスイングのヒントを得たりします。また8番アイアンで100ヤードの練習をしたり、5番ユーティリティで150ヤードの練習をしたりすることでショットの感覚をつかむことがあります。続いて心がけ編3選です。その一つ目です。ゴルファーのハンディキャップに関係なく、誰でもスコアがいい時もあれば、良くない時があります。スコアがいい時は、きっとほとんどが、いや、全員が最後まで緊張感を保ち、そして丁寧にプレーするでしょう。問題は良くない時です。上手くなるゴルファーは、スコアが良くない時でも、いや、スコアが良くない時こそ、しっかり、きちんと最後まで丁寧にプレーすることを心がけます。この時の最後まで丁寧というのは、時間をかけるという意味ではなく、自分のルーティーンをしっかり守ってプレーするという意味です。多くの方はスコアが崩れるとプレーが雑になります。プレーが雑になると自分のプレーよりもテンポが速くなります。例えば、グリーン上で、本来はボールを一度マークをして間を置きたいところ、スコアが崩れていると、お先にと言ってそれをまた外すなどの光景をよく目にします。プライベートのラウンドならまだしも、競技などにおいては同伴者が集中している時などはマナーとしてあまりいいものではないと思います。中にはテンポが良くなることでスコアが回復してまた集中力が出てくる方もいます。しかし大抵は最後になるとまた崩れてしまいます。スコアやその日の自分の調子に振り回されてしまうことで、プレーのテンポが変わる人の多くは上達が止まっている人だと僕は感じてしまいます。その理由は自分のスイングだけでなく、メンタル、心もコントロールできてないからです。ゴルフはスコアが良くない時、調子が良くない時こそ上達のヒントが隠されてます。必死に自分と向き合い、自分のルーティーンを守り、最後までプレーをやりきる人は必ず上達すると思います。二つ目です。これは前回の動画のテーマだったことです。また、倉本プロの本番に強くなるゴルフでもご紹介しました。ざわつく心が出てきたとき、ミスを予測しないことです。自分のやることできること、自分のスイングを信じてやりきります。失敗したらやり直せばいいだけです。詳しくは前回の動画をご覧ください。三つ目です。ここではゴルフに役立つかもしれないスピリチュアルな話も織り交ぜてお話しさせていただきます。ゴルフ上達に一番欠かせないのがゴルフを好きになることです。ゴルフを好きになる理由は人それぞれですが、ゴルフ場の緑に広がる景観は多くの方が虜になる理由の一つだと思います。購入したばかりのゴルフクラブのかっこよさ、そしてどんな球を打てるのか、その打ったボールが緑のフェアウェイやグリーンに向かって飛んでいく爽快さは、ゴルフの魅力に取りつかれる源だと思います。僕もそのうちの一人です。僕はコースに出たらその匂いを大切にします。ゴルフ場においては匂いがあります。鼻から入ってくるその匂いがゴルフの魅力をかきたてます。そしてその匂いのなんと嬉しいことか、鼻から入るエネルギーは体の余分なものを浄化し、そして必要なエネルギーで満たしてくれます。体は喜びます。喜んでる体を実感してください。ぜひコースに出たらその匂いを味わってください。そして朝はこれからラウンドに出るプレイヤーの笑顔を見て、その童心に帰るエネルギーを受け取ります。中には緊張されている方もいらっしゃいますが、その緊張感もゴルフ場に適度な刺激を与えるスパイスになります。ゴルフ場ではコースの空気を満喫してください。もっともっとゴルフが好きになるでしょう。それではラスト3選は知識編です。その一つ目、ゴルフクラブは変えても基本ボールは変えないことです。大事な試合やコンペの前、少なくとも1ヶ月前にボールを統一して同じボールだけを使います。ボールは各社メーカーだけでなく、同じメーカーでもブランド、ボールの種類によって打感はまるで異なります。ゴルフ上達に大切なのはショートゲーム、つまりアプローチの距離感やパッティングのタッチです。ボールの違いは距離感とタッチに大きく影響します。ゴルフ上達においては、クラブを変えてもボールを統一するのが望ましいと思います。二つ目です。素振りの大切さを知ることです。
練習場でボールを打っていると、たとえミスしてもいいと思っていながらも、スイングよりも打ったボールの行方が気になるものです。スイング作りの一番は素振りです。危険のない場所で素振りをたくさんしてください。素振りは目いっぱいブンと振るより、ゆっくり優しく気持ちよく振ります。素振りはボールを打たないでクラブの動きと体の動きに意識を集中できます。できることならヘッドの動きはもちろんですけど、シャフトのしなりを感じるといいと思います。最後3つ目です。知は力なり、そして継続は力なりを心がけます。情報を集め、できるだけ長く継続できる方法を自分なりに見つけ、そして作り、やり続けます。ゴルフ上達には豊富な経験と知識を味方にすることが大切です。以上がゴルフを上達するための9選でした。一つでもご参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今日は前半アウトは42。後半インは頑張って36。トータル78という結果でした。また頑張ります。ありがとうございました。